これはモノキュラー単眼鏡という拡大鏡です倍率は6倍で口径は 16mm です4倍のモノキュラーはアートスコープとして美術館等でよく使われます6倍のモノキュラーは美術館等と風景などを見るにも適しています6倍のモノキュラーは 倍率が大きい分、ブレが大きくなるので、美術館等での使用だけなら、4倍の方がいいでしょう。実物を見てみるとよくわかるんですが、結構ブレます。もう一つの利点は、このように片手に収まる大きさです。オペラグラスや双眼鏡では、こうはいきません。では、実際に見たところと、 モノキュラーを使って見たところがどのくらいの差があるか見てみます。これは肉眼で見たところです。かろうじて本の文字が読める程度です。こちらは6倍のモノキュラーで見たところです。文字がはっきりと読むことができます。美術館で絵画等を見るときに、モノキュラーって必要なのと思われるかもしれませんが、これを使ってみると、 画家のタッチがよくわかります特にすぐそばに寄れないような絵の場合は有効ですもう一つは小さくてよくわからないものも見えます画家はすぐそばで描いてますから自分はこれを書き込んだというつもりのものでもちょっと離れるとわからないなんだろうということがあるんですねそういうものが見えたりしますこのような宝飾品の場合でも これ割に大きいんですが、とても小さいものがあります。こういうものを鑑賞するときは、やはりモノキュラーがです、ね、非常に役に立ちます。このようなものを見るのに都合が良く、モノキュラーは双眼鏡となどとは違い、非常に近くでもピントがいます。このモノキュラーは25センチまで近寄れます。 風景だとこんな感じですね。これは千葉県の屏,屏風が浦です。このくらいに拡大されて見えます。また、暗いところでもよく見えます。美術館、博物館等、結構暗いところがありますよね。えー、モノキュラーの光景、レンズの光景ですが、16mm をあって、大体人間の4倍ぐらいあります。 モノキュラーは硬めにしか見られないので最初のうちは見づらいかもしれませんがこの大きさ小ささですねそれと性能を考えるとモノキュラー1個あってもいいのかなと思います。